この辺りで少し休んでいこうか。ああ、そうだな。それより今回は無事に獣を倒せたな。本当ですか？なあ、二人だけでもやれたんじゃないか？さすがにそれは無理ですよ。そういえば出発の前に聞いてほしい話があるって言っていなかった？そうでした。ユージオ先輩、キリト先輩、実はお二人に一つお願いがあるんです。お願い？何かな？大変申し上げにくいことなんですが、そのずっと前にユージオ先輩がおっしゃっていた指導生の変更申請に関して学院管理部にお口添えいただきたく。それは僕のそば好きをやめたいということ？それともキリトの、もしかして両方？違います。私たちじゃないです。そんなとんでもないです。お二人のそば好きはむしろ変わってほしいって子がいっぱいいて、いや、そうじゃなくて、変更をお願いしたいのは寮で同室の子なんです。フレニーカって名前で、真面目で一生懸命で剣が強いのに控えめな、とってもいい子なんですが、実はフレニーカをそば好きとして指名なさった上級修剣士殿がかなり厳しい方らしいのです。特にここ数日、ちょっとした粗相にも長時間の懲罰を課されたり、学院内では少々不適切と思えるようなお世話を追いつけになったりされるようで、フレニーカが辛そうで。フレニーカの指導生の名前は？あの、ウンデール・チーゼック、自責上級修剣士殿です。あいつ、ユージオに返り討ち食らったくせにまだそんな陰湿な真似してるのか。返り討ちになんかしてないよ。結果は引き分けだ。でも、もしかしたらそのせいで。つまりジーゼック上級修剣士殿はユージオ先輩と立ち合いで引き分けたことの、腹いせって言いましたっけ、そういうの？そう、それです。勝てなかった腹いせにフレニーカに懲罰権を行使されたり、屈辱的な御用をお命じになられていると、そういうことですか？私には分かりません。私のお父様は言ってました。私たちが特権を持ち贅沢な暮らしを送ることを当たり前と思ってはいけない。貴族であるということは、そうでない人たちが楽しく平和に暮らせるよう力を尽くし、そしていつか戦が起きた時は貴族でない人たちより先に剣を取り、先に死ななければならないということなんだと。ジーゼック家は四区に大きな屋敷を構えて、セントリア郊外には資料地だって持っている名家です。ならばジーゼック上級修剣士殿は下級貴族よりももっと人々のために尽くさなければならないのではないですか？たとえ禁忌目録に記されていなくとも、貴族ならば自分の行いが誰かを不幸にしていないか、
常に考えねばならないとお父様は言いました。ジーゼック上級修験士殿の行いは確かに近畿にも学園則にも触れていないかもしれませんが、フレニーカは昨夜ベッドでずっと泣いてました。なんでそんなことが許されるのでしょう。素晴らしいお父さんだな。一度お会いしてみたいよ。いくら上級修験しても学院則に定められた範囲外の仕事をそば好き練習に命じたりはできないんじゃ。はい、それは違反にならずとも、その女子生徒としては少々受任しがたいご命令をいろいろと。いや、それ以上言わなくても、そのフレニーカってこの状況は分かったよ。すぐにでも協力しよう。確かそば好き初等練士の指名を解除するには教官だけじゃなくてその修験士本人の承認がいるはずだよ。ノーブルオブリゲーションと呼ぶ精神のあり方があるんだ。ティーゼのお父さんが教えてくれたのは英語じゃない、神聖語でそう呼ぶんだ。貴族、つまり力ある者はそれを力なき者のために使わなくてはいけない。そうだな、誇りと言ってもいい。ずっと昔、聖アウグスティヌスっていう偉い人がいたんだ。その人は正しくない法は法ではないと言ったんだ。どんな立派な法や権威でも盲信しちゃダメだ。禁忌や学院則に違反していなくったってウンベールの行いは絶対に間違っている。誰かがウンベールを止めなきゃいけない。この場合その誰かというのは、あ、僕らの役目だろうね。あの、私キリト先輩のおっしゃったこと少しだけ分かった気がします。禁忌目録には書いてないけど大切な精神、それってつまり自分の中の正義ってことですよね。法をただ守るんじゃなくて、なんでその法があるのか正義に照らして考える。従うよりも考えることが大切なのかなって。うん、その通りだロニエ。考えることは人間の一番強い力だ。どんな名剣、どんな非奥義よりも強いな。定められた法にただ従うことが正義とは限らない。本当の正義は悩んで探し出した答えの中にしかないんだ。さあ、そろそろ戻ろう。ウンベールのことに関しては俺と友情に任せてくれ。はい、ありがとうございます。ウンベールの件、何か考えがあるのかい？まあ、俺たちが下級生をいじめるのはやめろって言っても素直にやめるやつじゃないのは確かだよな。しかしな。しかし、なんだよ。ウンベールはともかく、ライオスは闇で陰険だけど、バカじゃないよな。神聖術や法学、歴史の成績もいい。
そんなライオスがウンベールがそばつき連士にきつく当たるのを黙って見ているのは変じゃないか。正式な懲罰はなくても悪い噂くらいは立つだろうし、そん時は同室のライオスも評判を下げる。自尊心の塊みたいなあいつなら懲罰と同じくらい嫌がりそうだけどな。ライオスにもお手上げなくらいウンベールが不機嫌だってことなんじゃないか。その原因が僕との立ち合いならどうしたって僕が一言言ってやらないと。だからさ、そこだよ。もしかしたらこれはユージを狙った手の込んだ罠なんじゃないのか。まさかそんなことはありえないだろうけど、とりあえず口頭で注意だけしてみよう。それでも聞き入れないようなら管理部にフレニーカの配置替えを要請しよう。ああ、そうだな。よし、まずは僕が喋るからね。キリトはしばらく後ろで怖い顔だけしててくれ。任せろ、それなら得意だ。それじゃ。ユージオ集権士とキリト集権士です。ジーゼック集権士に少々お話が。事前に伺いも立てず押しかけるとは無礼な。まずは書状にて面会の許しを求めるのが筋であろう。よいよい、同じ学者にて琢磨する者同士ではないか。お通ししたまえ、ウンベール。ライオス殿のご厚情に感謝するのだぞ。それで我が友ユージオ修験士におかれては安息日の夕刻に一体どのようなご用かな。ジーゼック修験士に関して少々好ましからざる噂を耳にしましたので、学友がその芳名を汚す前にと僭越ながら中言に参りました。これは意外であり妨害のことでもあるな。ユージオ殿に我が法友の名を案じていただけるとは。しかし惜しむらくはその噂とやらまるで思い当たらない。ジーゼック殿がご自身のそば付き連士に対して卑しき行いに及んでおられるとの話を聞いたのです。心当たりが終わりでしょう。無礼であろう。家名も持たぬ辺境の開拓民風情が四等借家直すたるこの俺にこともあろうに卑しいなどと。まあそう一理立つな、ウンベール。生まれは違おうとも今は屋根を同じくして学ぶ者同士、何を言われようとも逸礼と責めることはできまいよ。とはいえそれが根も葉もない抽象ということになればまた別の話ではあるが、一体どこでその珍妙な噂を。互いに無意な時間を過ごしたくはないはずです。とぼけるのはなしにしましょう。ジーゼック殿のそば好きと同室の初等連士たちから直接話を聞いたのです。ほう、それはつまりこういうことかな。ウンベールのそば好きが自らの意思で公式に同室の初等連士を通じてユージオ殿に抗議を依頼したと。
いや、そうではありませんが。ならば、ウンベール殿がそば好き連士に逸脱した行いに及んでおられることを否定なさるのですね。ふん、逸脱。なんとも奇妙な言葉だな、ユージオ殿。もっとわかりやすく、学院則違反と言ったらどうかね。ですが、学院則で禁じられていなくとも、上級修験士としてすべきではないこともあるでしょう。ほほう、それではユージオ殿は一体このウンベールがフレニーカに何をしたと申されるのかな。それは。やれやれ、さすがに付き合いきれなくなってきましたぞ。どうなんだウンベール、身に覚えはあるのかね。とんでもない。何を言われているのかさっぱり思い当たりませんな。元より俺、いや私は何一つフレニーカに卑しい行いなどしていませんぞ。なぜならあの娘はただの一度も嫌だと言ったことがありませんのでね。まあいくつか他愛ない世話を命じはしましたがね。ユージオ殿と引き分けて以来、私も心を入れ替えて鍛錬に打ち込んでおりまして、これまで醜い筋肉がつくような稽古を控えていたせいもあって全身が痛くて仕方ない。そこでやむなくフレニーカには眉夕の弱みの折に体を揉みほぐしてもらったまでのこと。その上、制服が濡れては困ろうとフレニーカにも下着姿になることを許す寛大さですぞ。一体このどこが卑しい逸脱行為なのか理解に苦しみますな。ウンベール殿、そのような命令が許されるとお思いなのですか。何がおかしいのですか、ライオス殿。いいえ、ユージオ殿もそばつき時代、毎夜あのクマ、いや、ゴルゴロッソ殿に服を脱がされていたと聞くではないですか。何を。あれは先輩に筋肉のつき方を確認していただいていただけで、いかがわしい意味などありません。ならばウンベールも咎められまいな。状況は違えど、そば好きへの思いやりゆえの行為には違いない。その通り。自分は好き好んで裸になっておきながら棚上げは良くないですな、ユージオ殿。